YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、この、ハマー H3 のここに、ライトをつけていこうと思います。じゃんじゃーん、これですね。このライトを今からここに取り付けようと思います。ちょっとね、見てもらっていいですか、こちらね。ね、この間ここですね、実はライトをつけてたんですけど、バックしてたらね、これバキッと折っちゃって壊しちゃったんでね、今回はこれをつけようと思います。ただね、ハマーっていう車はこのライト1個をここにつけただけだったらね、非常に暗いんですよ、バックするときに。なのでね、今回はこれ2つになるようにつけていきたいと思います。まあ、そんな感じのね、 DIY ですね。で、取り付けなんですけど、こういうね、ジグを作ってきました。で、このジグをね、見えますかね、この部分、ここですね、ここにね、こんな感じに取り付けます。で、そしたらこれがね、ここにこうついていくという、まあ、そういうデザインですね。うん、こんな感じでしょうね。で、これをね、少し変えると角度も変えれるようです。まあ、できるだけね、ちょっと今回は一回遠くを映せるようにしておきましょうか。こんな感じかな。うん、こうつけた時に、あ、まあもうちょっと下げてもいいな。このぐらいまで下げようか。で、このね、ネジを回す時にあんまり強く締めちゃうとね、こういうの壊れちゃうんですよ。だからね、これでもかーって親の敵みたいな感じでね、締めない方がいいです。ある程度のね、トルクで。よし、まあこんな感じでね、2つ取り付けが終わりました。このライト自体はね、アマゾンで安く売ってありました。ちょっと左が上向いてるかな、左が、右がね、もうちょっとこっちを下げてもいいかな。もうちょっとだけ移動させてみましょう。で、配線をね、先にこうやって向いておこうと思います。で、このね、先っちょの部分なんですけど、こういう工具ですね、こんな工具を使ってこうね、ピュッとやります。挟んで引っ張る、するとほら、こんな感じにね、向けるんですね。これ便利ですよ。じゃあね、ここに取り付けていきます。反対側をね、受けを止めて、で、あとは角度をちょっと合わせておいてね、こんなもんかな。背中すごいことになった。じゃあこの配線をつなぐのはですね、はい、こんなね、道具を使ってつないでいきます。こんな感じにね、まず差し込みます。こうグッとね。で、これをね、同じようにこっち側からもこう差し込むと。これ反対側からもね、これをこう差し込むんですね。で、この状態でこれをパチンと止めます。さあ、で、あとはね、これが抜けないようにビニールテープで巻いていきます。ここをね、こんな感じで。で、あとここのね、黒いのがアース線なんでね、これから今からアースも取っておこうと思うんですけど、延長するためにね、このコードを接続します。本当はね、アースは黒なんでこっちも黒が良かったんですけど、ちょっと手元にね、黒色の線がなかったので、もうこれでやってしまおうと思います。びちょびちょびちょっと、こんな感じで巻きます。もうこれ芋つなぎですね、いわゆる。よし。で、ここね、結構ね、汚れが飛んでくるんですよ。だからね、大丈夫なように、水が入っても大丈夫なように、結構ね、がっちりビニールテープはしておこうと思います。はい、で、ここを止めていきます。で、あとはね、ここの配線の部分、これをね、もう一回ビニールテープでね、周りをぐるぐるに巻いておいて、で、水対策とかをした後で固定をしておこうと思います。はい、おお。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。よろしければぜひ高評価、そしてチャンネル登録ください。Please subscribe to our channel
And if you like it, please, please thumbs up.